サッカー J2 清水エスパルスの新体制発表記者会見が今日アイスタで行われました。秋葉忠弘監督は昇格の自信は 200% と強気の姿勢で新シーズンに臨みます。今日アイスタで発表されたエスパルスの新体制、エスパルスファンを公言する阪神タイガースの岩崎優投手に今シーズンのユニフォームを渡すイベントなどが行われました。参加した乾隆史選手と権田修一選手は新シーズンも残留、その他の選手の動向は次の通りです。加入したのは復帰組も含めて13人です。昨シーズンキャプテンを務めた鈴木義則選手などが移籍、さらにチアゴ・サンタナ選手とカルリーニョス選手は契約交渉中ということで去就は不透明です。まず一番大事なのは開幕のスタートダッシュだと思ってますんで、開幕までのこの6週間ぐらいが本当に勝負になると思ってますんで、上がる自信については 200% あります。チームの始動は来週火曜日、 J1 復帰のためのチーム作りが求められます。